ポズナンの教会にあるカナメイシ、プシセミスウ一世の顔だと信じられている、プシセミスウ一世は、ビエルコポルスカ公。ウィシチェ公、弟ボレスワフと共に、ビエルコポルスカ公、ポズナングニエズの公、ポズナンカリシ公、単独のビエルコポルスカ公、ポズナン公。ビエルコポルスカ公部ワディスワフオドニツと、東ポモジ公ムシチュイ一世の娘ヤドビガの間に、長男として生まれた。 父の死後、プシセミスーは、父の支配していたビエルコポルスカの一部を相続し、ウィシチェコとなった。その後、彼は、ビエルコポルスカの他の地域を回復することに努めた。1241年、シロンスク公、ヘンリク2世がレグニツァの戦いで戦死すると、プシセミスー1世と弟のボレスワフは、ポズナン公国とグニエズの公国を入手し、さらには、 ヘンリク2世によって一時的に支配されていたビエルコ・ポルスカも回復することができた。1244年、プシセミス一1世はヘンリク2世の娘エルジュビエタと結婚した。この時、オポーレ公、ブワディスワフからカリシュを返還された。1247年、プシセミス一1世はポズナンカリシュとなったが、地元の貴族に嫌われてカリシュを弟、ボレスワフに条とした。 また、ヘンリク2世の長男ボレスワフ2世から、三徳を奪い、ポズナン司教ボグファウ2世と同盟関係を築いた。1249年には、弟と領地を交換し、グニエズノを譲って再び、ポズナンカリシ向となった。1250年、理由は不明だが、プシセミス1世は弟、ボレスワフを逮捕して、単独で、ビエルコポルスカ公となった。1253年に、 ボレスワフを釈放、カリシュグニエズの公とした。プシェミスー一世は1254年5月8日にクラックフで執り行われたシツエパノフのスタニツラウスの劣勢式に出席した。対外的には、ポーランド北西部を領するプシェミスーは、西隣のブランデンブルクの兄弟家を有料していた。3年後の1257年にポズナンで亡くなり、 ボレスワフが、ビエルコ・ポルスカ校を継承した。妻エルジュビエタとの間に一難四条を設けた。コンスタンツア1260年、ブランデンブルク編共白コンラートと結婚エウフロジナ、トシセブニツァの聖クララ修道院委員長、アンナ・オビンスカの女子修道院長エウフェミア、ブローツワフの聖クララ修道院修道ジョプシェミス2世。ありがとうございます。